鍛え整形対決手術審査。果たして3人のドクターはダウンタイムをどう短縮させ、どんな技術で美しく仕上げるのか。まずは埋没のスーパーエリート赤尾ドクター。じゃあまず目薬しますので一回目開けてください。で僕の指先ここ見てください。ここですね。はい、目薬滴出します。はい、目閉じてください。さあ赤尾ドクターがやってまいりました。手術が今始まろうとしています。はい、じゃあ目開けてもらって目線下向きですね。ライトの方見てましょう。ちょっと下向けてください。ライトを見るように指示する赤尾ドクター。一体ライトに何かあるんでしょうか。ここ見て、なんだこのイラストは。かわいい。なんと赤尾ドクターのキャラクターが描かれています。これ一体どういう意味があるんでしょうか。これは目線を安定させるためにこのシールを貼ってます。で目線下に向けないとまぶたに力が入ってしまうので、腫れだったり内出血がかなり強く出やすくなってしまったりとか、ダウンタイムはお客様の負担にもなるので。そこで目線を極力下げてもらうため、目標としてオリジナルシールを貼っているという赤尾ドクター。実はダウンタイムを軽減させる独自の方法は赤尾ドクター以外にも。さあ今回本戦に進んだ3人の中では唯一埋没ではなく切開、うん、木村ドクターは一体どんなダウンタイムを短縮する工夫を行っているんでしょうか。ちょっともう眠くなってきたわ。その前分かったら眠い。昨日あんまり寝てない。2時間。なんか忙しかったのかな。お子さんがいるからね。あ、そっか、お子さん何歳なんですか。1歳と3歳。わー大変だ。これは手術とは全く関係のない雑談。でもこれがどうダウンタイムの短縮につながるんでしょうか。緊張の緩和が内出血、腫れむくみの防止につながるので。そう、埋没法とは違い出血が多い切開の手術。緊張状態では血流が速くなることで出血量も増加し、術後の腫れにつながる。そのためあえて関係のないトークをすることでリラックスさせているという。2歳と3歳でおいくつで産んだんですか。17と19。あ、そっか。いや、田中さんの出産年齢の低さにも驚きですが、色黒サーファーの見た目とは真逆の細かな気遣いを見せています。そして山本ドクターのダウンタイム短縮法は、これからねちょっと目元を冷やししていきますので。おっと、目元に何か起きましたね。みんな違うの。ナイロン袋に包まれた、これ一体何なんでしょうか。実はこれ100円ショップで買った保冷剤を改良して作ったオリジナルの冷却アイテム。内出血がかなり減りますので、これ、すごくおすすめです。一般的な保冷剤だとジェルが硬すぎてまぶたにぴったりとフィットせず、全体を均等に冷やせない。しかし100円ショップの保冷剤で使用されているジェルは柔らかいのが特徴。そのジェルを取り出し自作することで目元全体にフィット。すごい。血管を冷却し収縮させることで出血が少なくなり、ダウンタイムを短縮できるという。三者三様の独自のダウンタイムへのケア、さすがは本戦へと駒を進めたドクターたちといったところでしょうか。さらに手術で注目すべきポイントはメスの使い方、縫合の仕方など様々あるが、中でも相川代表が重要視するのが、今回その切開法と埋没法という手術が混在しているので、一概にその技術を測るっていうのは難しいんですが、まあ、一重にやっぱりメインの特徴として、まあ、手術が早いっていうのはものすごく特徴の一つでですね、やっぱりあの我々の手術というのは患者さんが起きているので、起きている状態で手術時間が長いってことは本当に患者さんに対して負担も大きいんですね。まあ、長くなればなるほど麻酔を使う量も増えるので、やっぱり腫れが出たりとか、まあ、当然ね、出血する手術であれば出血量も多くなるので、やっぱりリスクも大きくなるんですね。さあでは赤尾ドクターの手術に戻りましょう。いよいよ手術が開始されようとしています。手術するのは切開でないと綺麗な二重にならないレベルの
重いまぶたを持つ高橋さん。この重いまぶたを埋没法だけでどう美しい二重にしていくのか。さあ、今赤尾ドクターが針を持ちました。針の長さは17ミリ、直径 0.06 ミリの極細の糸がついています。情報によれば心臓外科でも使われる強度の高い溶けない糸ということです。そしてここから片目に2本ずつ、両目で合計4本の糸を通していくということですが、糸を通しては引っ張る、さらに糸を通しては引っ張る、またまた糸を通しては引っ張る。すごい。一度も目線を上げることなく、ただひたすらに繰り返していきます。これはデザインの下にある神秘を噛んでいるかを確認する埋没法では基本となる作業なのだが、実は赤尾ドクター曰く、この縫い方こそドクターの実力が如実に出る作業。経験のみではしかわからないところってたくさんあると思ってて、常識を変えていけたらな。針を通した瞬間に皮膚の厚さや硬さなどを瞬時に判断し、圧力を変えていく。今までに1万件以上の埋没を行ってきた赤尾ドクターだからこそ分かる感覚。一針ずつ糸を通す感触を手で確かめながら縫い続ける赤尾ドクター。見た目では分かりませんが、これが経験に裏打ちされた重いまぶたを美しい二重にするスーパードクターの手技です。そして手術開始から15分。早っ、15分。今患者がその仕上がりを確認します。すごい、バッチリかな。綺麗、大丈夫そうですか。はい、めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。すぐ見れる。先生の出来栄えとしてはいかがですか。100点満点。続いて手術を行うのは、独自理論でバイオを生み出す木村ドクター。手術するのは細く切れ長の目をクリッとした目が大きく見える二重にしたい田中さん。カウンセリングの結果、二重切開の他に離れ目を解消するために目頭切開、そして隠れた黒目を出すために眼瞼下垂、計3種類の手術を行い、映える二重を目指す。さあ、木村ドクターの手術です。いよいよ映えを生み出す独自理論に基づいた手術のその全容が明らかになります。今メスを持ちました。まず取り掛かるのは目頭だ。まずは目頭切開からいくようです。まずは右目、今回は両目とも 2.5 ミリずつ切開していくということです。すごい。さあ、少しずつ少しずつ慎重にメスを入れる木村ドクター。そしてわずか5分で右目が終了。さあ次は左目。おっと、ここで新しいメスに取り替えました。一体何があったんでしょうか。僕はその切れ味を意識してて、片方やると刃こぼれてしまって切れ味悪くなるんですよ。だからもう切るところで全部別の刃を使いたいんですよ。切れ味が良ければ傷口も最小限で済む。これも木村ドクター流のダウンタイムへのケア。なるほど。そして30分後、今目頭切開が終わりました。続いてはまぶたにメスが入ります。眼瞼下垂の手術です。黒目が隠れてしまうのはまぶたを引っ張る筋膜がたるんでいるのが原因。そのたるんだ筋膜を切除し、ピンと張った状態で縫合、まぶたが大きく開くようにするという。さあ、今まぶたの中の筋膜が切除されています。そうなんです、どれくらいたるみを切除するかも仕上がりを左右するドクターの腕の見せ所。すご
ここからは細さ 0.06 ミリの糸で縫合。これは抜歯する必要のない体内で溶ける糸を使用している模様です。そして手術開始からおよそ1時間半、今眼瞼下垂の手術が終わりました。残すは二重切開のみです。そもそも二重の切開とは、まぶたの裏の余計な脂肪を取り出し、その下にある筋肉と腱膜を縫い合わせ二重を作る。普通に手術するにはそこまで難しいものではないが、今回はただの二重切開ではなく、目頭切開と眼瞼下垂を組み合わせた複雑な手術。調整が難しくはなってきます。ほとんどその経験値によるところが多いんで。さあ、二重切開の手術が開始されました。今まぶたの脂肪が切除されています。眼瞼下垂で目がよく開くようになった分、目が開いた時の形のイメージを意識しながら行っているということです。そして筋肉と腱膜の縫合、ここまで2時間半という長丁場ですが、一糸乱れぬ手技を見せています。 OK、 お疲れ様でした。手術終了です。果たしてその仕上がりは。完璧な仕上がりになっていると思うので、バッチリだと思います。独自理論でバイオを生み出す木村ドクターの手術、果たして審査員の目にはどう映っているのか。私が、まあ、今回の患者さんを担当したとしたら、おそらく眼下脂肪は取らないか、取って少量というような選択になるんですけど、この切除量の調整ですとかですね、そのあたり その判断基準等々どうでしょう。この人が年齢がちょっと若い方なので、今後減ることを考慮した上で一応切除量は決めてます。木村先生に聞きたいんですけども、1回だけ使ったこの歯ってもうすぐ歯こぼれしちゃうものなんですか？歯こぼれっていうほど、その刀みたいに、はい、多分ぐちゃぐちゃになるわけじゃないんですけど、はいはい、明らかにやっぱり切れ味が悪くなって、ちょっとその手の感覚でいうと、そのメスの進み方が悪くなるんですよね。最後は脳外科医としての肩書きを持つ山本ドクター。手術するのはまつげが上を向くパッチリ派手めな二重になりたい伊藤さん。さあ、いよいよ手術が開始されようとしています。脳外科医という異色の経歴を持つ山本ドクター、果たしてどんな手術を行うんでしょうか。さあ、山本ドクター、その手に針を持ちました。まずは右目に糸を通し、続いては左目、順調に手術は進んでいます。一見簡単にやっているように見えますが、実はこの作業に山本ドクターのこだわりがあるそうです。まあ、ポテンシャルを引き出すみたいな、施術そこに徹しようかなと思いました。埋没口はまぶたの皮膚とその下にある結膜に糸を通し二重を作る手術だが、この皮膚と結膜の間にある神秘、ここにどれだけ糸を通すかによってその仕上がりも大きく変化。深く通しすぎると目元がパツパツに突っ張った印象に、逆に浅すぎると線がか細い二重になってしまう。カウンセリングで見つけた理想の二重を再現するためには 0.01 ミリ単位の技術が必要とされる。さあ、神秘に糸を通していきます。頼れるのは己の指先の感覚だけ。分かるの？脳外科医としてミリ単位の世界で戦ってきた山本ドクター、その経験が今存分に発揮されています。そして手術開始から15分、埋没法が今終わりました。しかしここからが難題です。せっかくなら一緒にやりたいなって。ジェット形成って言って、目元をですね、こういう形で切って、で、こういう形で縫い直します。美しいとされる目の幅でありながら、より目を大きくするため目頭切開を希望した伊藤さん。果たして
左右の目の幅を変えずに目を大きくする Z 形成とは、エルマ、はい、ありがとうございます。おっと、ここで登場したのは電気メスです。今目頭にメスが入りました。しかしこれ目頭のずいぶん下の方にメスを入れているようです。一体どういうことなんでしょうか。 Z 形成とはその名の通り Z 型に目頭を切開する手術。通常の目頭切開は横に切開することで目を大きくするのだが、 Z 型の場合左右の目が寄りすぎないようバランスをとって目を大きくできる。すごい。果たしてこの Z 形成でどんな仕上がりになるのか。目開けていきます。ここで50分間の手術が終了しました。果たして仕上がりは。顔すごい。いい感じでしょ、と、ここで先生は目頭切開は電気メスで切開されるタイプなんですか。ダウンタイムを短く、より短くされたいって方には電気メスですね。電気メスって傷がちょっと残るような印象が昔はあったんですけれども、すごく細い電気メスなので出血も少なくてダウンタイム少なくて、あと傷もきれいになりますので、手術部門審査、果たして最も得点が高いのは誰なのか。まず一人目、山本ドクターの得点オープン。9点、8点、8点、8点、合計33点です。高い。相川先生、9点という高得点をつけているのですが、はい、手術時間も割とこうスムーズに終わってますし、腫れを取る工夫みたいなのもしてましたし、あとやっぱり Z 形成で患者さんの目がですね近寄らないようにすごくデザインをして、工夫されたのもすごく良かったんじゃないかなと思いました。赤尾先生はいかがですか、はい、自信の方は。自信はそうですね、もう僕の中では100点満点の手術だったので、お、はい、そこをどう評価していただけるかを楽しみにしています。自己採点は100点満点。埋没のカリスマドクターの手術を審査員はどう評価するのか。9点、9点、8点、9点、35点です。カウンセリングの時点でもですね、目線にすごくこだわった工夫が見られましたし、手術中もですね、あのように目線にこだわってこう照明にですねシールを貼って、あの試みは僕は初めて見ましたので、あれはすごくいいなと思ったんですけれども、ただあのイラストがちょっとですね本人とかけ離れたイケメンになってたのでそこはちょっと僕の中では減点対象だった。厳しい。で10点じゃなかったっていう。厳しい。最後は今回唯一の切開法、木村ドクターの得点は合計34点です。手術の手際自体はものすごくね良かったし、メスのこだわりもあったんですけど、もう少し言えば時間がもう少し早ければ、平均的な手術のスピードからしたら早いんですけど、さらにですね、ナンバーワンということであればもうちょっと早かったらよかったかなと思います、はい。ここまで2つの審査を終え、トップは赤尾ドクターの71点、わずか5点差に3社がひしめく大混戦。そしていよいよ最終審査、ビフォーアフター部門。いでよ、新たな美を手に入れた生まれ変わりし女性たちよ。女性の悩みをいかに解決できたか、元の顔からどれだけ美しさをアップできたのかを基準に採点。果たして初代ナンバーワン二重整形ドクターに輝くのは誰なのか。竹中さん、ドキドキしますね。はい、本当にドキドキしています。カウンセリングで理想の姿を見極め、手術で悩みを解消。ドクターのこだわりと技術、
美の想像力が全て詰まったビフォーアフター。果たして3人のドクターが作り上げた究極の二重とは。まずはまつげがパッチリと上を向く派手めな二重を希望していた伊藤さん。果たして山本ドクターはどう生まれ変わらせたのか。オープンザニューフェイス。しました。すごい綺麗で、いやもう驚きです本当に。この仕上がりはいかがですか。なんか術直後から友達にもう綺麗だね、やってよかったねって言ってもらえたのと、あとやった後から知り合った人にはもうしたことを気づかれることが全然なくて、すごい自然にできたんだなと思って嬉しいです。山本ドクター、はい、いかがですか。手術が終わってから、はい、会うのが2回目なんですけども、1週間後はお会いしたんですけれども、今見させていただいてめちゃくちゃ可愛いですね。続いては細く切れ長の目をクリッとした目が大きく見える二重にしてほしいと希望していた田中さん。果たして木村ドクターはどう生まれ変わらせたのか。いかがですか。すごく可愛いです。でなんかやっぱりこのバランスとかが目をちょっと変わっただけで鼻とか口もすごく良くなったような感覚がすごいなって思いました。ご本人仕上がりの方はいかがでしょうか。目つきが良くなったのと目が大きくなったのでメイクが楽しくなりました。あー、いい。本人も満足いただけてるみたいなんで良かったです。続いては綺麗な二重にするために切開手術が必要だと言われるほど重いまぶたを持つ高橋さん。果たして赤尾ドクターは埋没後でどう生まれ変わらせたのか。おー、すごい。本当に皆さんやられてよかったですね。綺麗になった。先生の技術もそうなんですけど、やっぱり最終的にお化粧をした時にどういう風に最終的にこう仕上がりっていうところまでを見ると、やっぱり本当になんか別人です。皆さんすごい可愛い、素晴らしいです。井川先生、どなたか見つめられていたと思うんですけど、何か気になる点ありましたか。いや、ちょうどこのまばたきしているところがどれぐらい自然なのかを今ずっとチェックしたんですけども、すごい、わかんない。でもすごいナチュラルで自然ですよね。めっちゃナチュラル、すごい自然。性格とかも全然変わったりするんですか。なんか気にしすぎかもなんですけど、人の目を結構こうまっすぐ見れない時が多かったんですけど、今はちゃんとこう見て話せたり笑顔も増えたかなって思います。今それこそマスクの時代で目が強調される時代で、それがやっぱり自分のコンプレックスだったところが印象違うだけですごく自信が持てます。初代二重整形ナンバーワンドクターが決まる最終審査ビフォーアフター。果たして審査員はどんな評価を下すのか。いよいよ決着の時。山本ドクターの得点オープン。10点、9点、9点、9点、合計37点です。高い。相川先生、はい、10点満点をつけてるんですけど、はい、いかがでしたか。その、ね、受けていただいた患者さんの顔から受けてよかったなっていう感じがですね、我々にも伝わってきたので、やっぱり美容整形っていうのはそのね、幸せになるための一つの手段であって、最終的にはね、その方の人生がどれだけ豊かになるかっていうところが大事なところだと僕は思っているので、まあ本当に彼女の表情を見て、良かったんだなということがね、実感できたので、まあ、10点をつけさせていただきました。
とにかく瞬きしていても自然でしたし、もう目頭もかなり綺麗に仕上げている状態だったので、まあ、僕としては非常に高い点だなと思ったんですけれども、まあ、先ほど振り向いて久しぶりに診察したっていうことで急にデレデレしだしたのでちょっとその辺は減点かなみたいな続いて木村ドクターの得点、果たして合計35点です。ここまでの総合得点は山本ドクターが103点、木村ドクターが101点、残るは埋没付帯術のカリスマ赤尾ドクター。美容整形は埋没に始まり埋没で終わるっていう言葉があって、すごいシンプルなんですけど、追求していくと、まあ、いろんなところをこだわらないといけないなと思って、やっぱり埋没が一番面白いなと思って。埋没では重いまぶたを持つ女性を二重にできない、この常識を打ち破るためあえて埋没法専門に転身した赤尾ドクター。果たしてナンバーワンドクターの称号をつかみ取り、二重整形の新たな歴史を作ることができるのか。赤尾ドクターの得点オープン。運命のジャッジは10点、8点、10点、10点、すごい、合計38点です。総合得点で2人に圧倒的な点差をつけ、二重整形初代ナンバーワンは赤尾ドクターに決定。美容整形の歴史に新たな一歩が。同じようなお悩みを抱えているお客様が多いと思うので、この YouTube を見てもらって、ハードルをもっと皆さんに下げてもらえたらなと思いますので、はい、優勝してよかったなと思います。惜しくも敗れたお二人はいかがですか。そうですね、ちょっと、正直残念な気持ちはありますけれども、僕が今まで一人一人真摯に向き合ってたことは間違ってなかったなと思えたので、より精進していこうと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、結果はあれだったんですけど、お二人のすごいこだわりとか手術主義とかすごい勉強になることがあって、これを吸収してまた自分もステップアップできたらなと思ったので、すごいここに来れてよかったです。それでは相川先生、はい、どの点がやっぱり良かったですか。そうですね、もう本当に彼はね、こう口下手ですけど、もうやるべきことを毎日毎日コツコツやるという、もう本当に努力する天才だと僕は思ってますし、その二重にかける情熱は多分うちのドクターの中でもトップであったということが多分ね、今回の優勝につながったんじゃないかなと思います。ちなみに矢口さんはどの先生にお願いしたいと思いましたか。はい、どうしようかなでもやっぱり優勝された赤尾先生のところに、はい、40になったら行きますお願いします。失礼になります。次回は衝撃の若返りリフトアップ整形、老いを巻き戻すカリスマドクターたちの驚きのテクニックが。果たしてリフトアップ整形ナンバーワンドクターに輝くのは誰なのか。ザ・リアルドクター。